それをどう乗り越えたかっていう質問はどうでしょう。そうですね。結論としましては MVP なる方は、どうもこんにちは、旬なやりメンバーのドラマツです。今日はですね、初めての試みでオンラインでグループディスカッションをチャレンジしていただこうと思います。23卒の4名の方にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。面接官はおなじみのうずうず社長の岡本さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず始める前になんですけど、グループディスカッションのポイントについて解説をいただきたいなと思っております。かしこまりました。大きくグループディスカッションのポイントは2つありまして、まず1つ目はですね、一度で多くの就活生と出会うことができて、多くの就活生を見ることができるので、1回で効率的な採用活動ができるっていうところがポイントになります。じゃあどのタイミングでグループディスカッションを行われるかっていうと、絞り込みっていうのが行われる採用の序盤のタイミングでグループディスカッションが行われることっていうのが多いです。2つ目のポイントは、個別の面接では見れないところをグループディスカッションで見るというところが2つ目のポイントになるんですけれども、個別の面接だといい点としては、その一人一人と深く話ができるので、一人一人について理解できるっていうところはいい点ではあるんですけれども、デメリットとしては、周りとどういうふうに連携しながら仕事するんだろう、コミュニケーションを取るんだろうっていうところは個別の面接では見ることはできない。一方で仕事において一人でやることよりも周りと一緒にやることの方が圧倒的に多いので、そういった周りどういうふうに物事を進めていくんだろうかなっていうところをグループディスカッションを通じて企業っていうのは見ていたりします。ありがとうございます。ちなみにオンラインの GD とオフラインの GD でもし違いがあったら教えていただきたいです。はい、一番大きい違いは、入るタイミングが分かりづらいっていうのがオンラインの難しいところかなというふうに思います。リアルだとやっぱりこう分かるじゃないですか。あ、次話そうとしてるな、あ、じゃあボールはそちらに渡そうみたいな判断とかってしやすいですけど、オンラインだとちょっとそういう様子がやっぱどうしても感じ取りづらかったりするので、そこはやりづらいポイントかなっていうふうには思うんですけれども、それでも仕方ないものというか、オンラインだとどうしても伝わりづらい部分があるんで、ちょっとかぶっちゃったとしてもそんなに気にしないで入って、重なってしまったら譲り合いで、あ、お先にどうぞっていう、そういうコミュニケーションを取っていければそこまで気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。今回は15分間である一つのお題に対して皆さんで回答を導き出していただきたいなと思っております。15分が経ったら1分間でどなたか代表者の方がグループでの結論をお話ししていただきたいと思うので、15分の枠の中でどなたが発表するか、どういうことを発表するかっていうところまで決め切っていただきたいなと思っております。じゃあ早速本日のお題の発表をお願いいたします。はい、本日のお題はですね、自分が面接官だったら学生にどういう3つの質問をするかというお題で15分間話していただければなと思います。じゃあ、今から15分間話し合っていただければと思います。それではお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ございます。先に皆さん4人で自己紹介した方がいいと思うので、軽くなんか自己紹介しようかなと思うんですけど。15分ですけど、短くないですか？結構短いですね。そうですね。じゃあ、名前だけ一人ずつ、はい。じゃあちょっと言い出しっぺなんで僕からいきます。富田俊介と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあ私も秋元優と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ田中智博です。お願いします。お願いします。玉城智之です。よろしくお願いします。お願いします。そしたら役割を決めた方が多分円滑に進むと思うので、役割決めちゃった方がいいと思うんですけど、何かこう自分がやりたい役割とかあったりしますか？そうですね。あ、そしたら私タイムキープしますね。あ、ありがとうございます。じゃあ僕初期やってもいいですか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ僕がちょっと頑張ります。じゃあいいですか？はい、はい、大丈夫です。まあその最初に前じゃあ時間配分としては、まあ、前提を確認するところが最初5分ぐらいで、現状を見るので5分、はい、でまとめで3分ぐらいで、あまり2分ぐらいでいいですか？余裕持って。あ、いいと思います。そうですね、いいと思います。いいと思います。じゃあ前提の確認に行こうと思うんですけど、はい、面接官っていうと企業の面接官なんで、どういう企業かっていうのは決めといた方がいいような気がするんですけど。あ、確かに大企業なのか中小企業なのか違うと思うんで、うんうん、なんか、うんうんうん、秋元さんとかどう思います？
そうですね。難しいですね。どういう基準でそれを決めようか。そうだな。そうですね。大企業で、じゃあ一旦進めていきましょうか。そうですね。はいです。はい。大企業で。まあ、大企業の方が考えやすいので、はい。うんうんうん、で、面接官、面接官は、まあ、その企業にとって、より良い企業にとって得になる人材を採用する。まあ、これは確認しなくて、ね、なんか一緒に働きたいと思える人を選ぶってことですもんね。そうですね。うん、すごいなんか、うん、各々の価値観が出そうな、テーマだなと思いました。で、方向性としては何個か質問を5つぐらい出して、そのうち優先順位上位3つみたいな感じですかね。あ、そうですね。なんか、各々の自分が思うこういう、なんだろう、そんな人、どんな質問をするかを出していって、そのみんなの共通認識を揃えて3つ絞っていくっていうのはどうでしょう。そうですね。それでいきましょう。うん、いいですか。あ、いいですか、自分。はい。大企業に前提絞ってたと思うんですけど、もうちょっと、例えばその業界とかも絞ってもいいかなっていうふうに思っていて、例えば広告だったら、その広告向けのその人材だったりとか、IT だったら IT のなんか必要としている人材って多分それぞれ違うかなっていうふうに思っていて、なんかそれに向けた質問とかをこう、業界ごとにこう、多分違っていくと思うんで、それでこう、もうちょっと絞ったら、なんかもっとそこの、業界に沿った人材っていうのを取れるんじゃないかなっていうふうに思ったんで、思ったんですけど、どうですか？そうですね。いいと思います。いいと思います。メーカーとかは日本の大企業で有名なところが多いと思うんですけど。うん。メーカーの方が多分企業数とかも多いと思うんで。うん、メーカー。あ、ごめんなさい。あ、いいですよ。なんか IT の方がいいとかいう人います？大丈夫ですか？そうですね。自分自身 IT の知識があんまりないってところもあって、多分メーカーの方が多分皆さん想像しやすいかなと思ったんで、メーカーで全然いいと思います。じゃあ行きましょう。職種が、IT は職種がバラバラなので、まあ、メーカーの方が考えやすいのかなというふうに思います。うん。あともう一点ちょっと気になったのが、面接のそのタイミング、一次面接なのか二次面接かなのかっていうのも視野に入れといてもいいかなっていうふうに思っていて、なんかその絞り方だったりとか、本当にその人が欲しいのかっていうところで多分質問内容も変わってくるかなっていうふうに思ったんで、そこも決めてもいいかなと思ったんですけど。はい。じゃあ、せっかくなので、最終面接でいかがでしょうか。あ、了解です。最終面接大丈夫そうですか、皆さん。一番大事な。そうですね。うん、入社後か、入社以前の問題かに分かれると思っていて、まあ、将来性であったり、まあ、内定者インターンの質問であったり、などなどあると思ってるんですけど。うん、あ、入社前じゃないですかね。その最終面接っていうと。そう。うん、うん。そうですね。はい。じゃあ、今10分くらい経ったので、あ、5分経ったので、そろそろアイデアの作戦に行きましょうか。そうですね。まあなんか、基準というか、価値観が出ますよね。なんか、まだちょっと私たち23卒なので、あんまり面接の機会とかないと思うんですけど、なんか、逆にこういう質問されたいとか、はい、なんか過去ご経験とかってあったりしますか？そうっすね。ありますか？玉城さん。あ、いいですよ、玉城さん。ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫ですよ。最終面接まであるんですが、まあ質問はなんかテンプレのような質問しかできず、まあお祈りという形で終わったって感じですね。はい。そうですね。なんか僕は地頭の良さをコンサルティングとかでは言われるので、うん、結構無理というか、抽象的なスターバックスの日本にある数を答えなさいみたいな。ああ、うん。地頭の良さみたいなものは、あります、うんうんうん。なるほど。私なんかは、そうですね。どんな人と働きたいですかっていう質問とかは、すごいしたいなって思いますね。客に合ってるかどうかっていうところですよね。うんうん、そうですね、うん。なんか仕事に対する考え方とかが、そう、伺えそうだなと思うので、やっぱりその姿勢とか視座の、なんだろう、が揃っていないと、やっぱり働きづらいのかなって思います。うん。あとは何だろう。そうですね。僕だったら、一応大企業でメーカーなので、
メーカーの商品を作るっていう工程もあるので、こう長くいてほしい人材の方がいいのかなっていうふうに思うんで、そこの将来ビジョンとかを聞いてあげたら、例えばその将来起業したいとかだったら、多分長くいないんじゃないかなってところで、そこでのミスマッチを防ぐことができそうかなっていうふうに思ったんで、将来ビジョンに関して聞くのもいいかなっていうふうに思います。なるほど。そうですね。メーカーであり、大企業であるという、この2つ、その会社の状況と、あと、最終面接っていうところは結構、大事になってきますよね。入社後のビジョンとが一致しているか、会社の将来性と一致しているかっていう点で、フォーカスしていくべきかなと思います。なんだろう。あと、なんかコミュニケーションというか、なんかよく聞かれるのが反対、自分の考えに対して反対されたときどうしますかみたいな言われて、ちゃんとコミュニケーション取れますかみたいなことはあるんですかね。ああ、確かに。そのメーカーだったら大企業だったメーカーで大企業だったら多くの人と折衝とか仲介とかしないといけないと思うんで、うん、そうできるかっていうのを聞きたいですね。確かに。コミュニケーション能力として、そこのうちが、なんだろう、うちに受けてもらっているその就活生が、そこのコミュニケーションスキルっていうところで合ってるかどうかっていう。この企業に入って、そのコミュニケーションスキルが活かせるかどうかってところですかね。そうですね。うん。あとなんかありますかね、なんか、最終面接。確認しておきたいこと。そうですね。僕やったら、やっぱりなんか、先ほども言ったように、長期的に、いてほしいっていうところもあったりするし、あとは結構最初の方は、結構なんか積み重ねというか、下積み時代っていうのが多いかなっていうふうに思っていて、そこら辺の、なんだろうな、あんまりこう、なんかやりたくないような仕事っていうか、結構、なんていうかな、雑ってわけではないですけど、あんまり目立たないような仕事にも耐え抜く力があるかどうかっていうところ、やり抜く力があるかどうかっていうところは聞きたいですね。まあ、それ大事ですよね。粘り強さとか。そうですね。やりたくないことでも、モチベーションを保ってできるかみたいなことですよね。なるほど。今出た意見って、ちなみに、どんなものがありましたっけ？今出てる質問内容としては、例えば、あとはどんな人と働きたいかとか、あとはあなたの将来ビジョンは何ですかってところと、はい、あとは、そのコミュニケーションに関しての質問っていうのが、今3点出てます。なるほど、はい。コミュニケーションだったり、一緒に働く人、あとは地元の人、なるほど。で、さっきの話で言うと、その粘り強さがあるかどうかってところで、僕だったら、挫折経験があったかどうか、で、その挫折経験に対してどういうふうに乗り越えていったかっていうところを質問してもいいのかなっていうふうに思います。この粘り強さってところに。そうですね。すごくいいと思います。あとは、やっぱ大企業ということで、やはりそういう大きな看板を背負っていく、人材を欲していると思うので、なんかこう責任感とか、そういう覚悟の部分もなんか聞ける質問があるといいかなと思うんですけど、そういったところで何か、浜城さんとか思いつくものありますか？成し遂げたいことだったり、会社でやりたいこと、かつ、他に会社どんなところを受けてますかっていうところで、大企業だったりベンチャーだったりっていうと、ちょっと一貫性に欠けるので、大企業一択で絞って受けてるかどうか、第一志望なのかどうか確かめるっていうやり方もありかなと思います。確かに、なるほど。将来ビジョンのところで他の企業は何をやってるかみたいなのも、他の企業はどこを志望してるかみたいなのを含めて、責任感で言うと、ガクチカっていうか、これまで最も時間をかけて成し遂げたこととか、最終面接、ね、最終だから、すでに聞かれているから言わないんですかね。もしかしたら多分その一次面接、二次面接あたりで、そこで多分絞り切ってるかもしれないです。もしかしたら、それではない何か責任感を確認する質問ってことですよね。そうですね。何か、ここだけは他に負けないポイントはありますかとか、どうですか？うん。でもそれ、責任感を聞きたいところに対する答えになってますかね。ああ、確かに。そうかもしれない。フットワークが軽いですって言われちゃったら、ちょっとあれじゃないですか。
そうですね。そうですね。っていうと多分、あなたの強みは何ですかっていうふうに聞いてるのと多分同じなんじゃないかなっていうふうに思います。時間食ってるのに反対しちゃって、なんだろう。あ、もう先に。そろそろ残り時間も少ないので、じゃあ収束と、あと発表者の決めるのもしましょうか。3分間で決めちゃいましょう。はい、今言ってるの、あ、いいですよ、玉城さん。3つの質問のくくり方なんですけども、抽象度が高い言葉でポンポンポンって並べて、まあ、具体で発表ので言うっていう形が、もう時間的にもいいかなと思ったんですけど、例えば将来性だとか、どんな会社を受けてるかっていう、まあ、展望だとか、抽象でくくっていくっていう書き方でよろしいですかね。はい。了解です。いいと思います。じゃあ、優先順位的にはどれがいいんだろう。なんか理由が明確なものを3つ選んでいけたらいいかなって思います。大企業でメーカーであるっていうことを考えたら、将来のビジョンを聞いて、それと一致するのがまず。うんうん。あなたの将来10年後にどうなっていたいですかとかですか。ああ、そうですね。10年後っていう数字が結構いいと思います。うんうんうん。うん、じゃあこれ一つ目にして、二つ目どうしますか。粘り強さ。そうですね。挫折経験に関しての質問です。そうですね。それをどう乗り越えたかっていう質問はどうでしょう。そうですね。うん、それいいと思います。で。3つ目は何でしょう。その残り残ってるのが、受けているその会社が、第一志望かどうかってところと、あとコミュニケーションに関してと、あとどんな人と働きたいかっていうのが、今のところ残ってるんですけど。そうですね。ビジョンと粘り強さってきてるので、ちょっと被らないような質問がいいのかなと思うんですけど。そうですね。そして僕だったら第一志望かどうかっていうのは聞いてもいいかなっていうふうに思っていて。確かに。でもその、はい、はい。あ、ごめんなさい。じゃあ、いきますね。第一志望じゃなければ、はい、他にどのような企業を受けているかってところの、その価値観のすり合わせってところで、他の企業、差し支えなければってところで聞いてもいいかなっていう。確かに。適応力も見れそうですね。そうです。うんうん。まとまりましたね。はい。よかったです。発表者ですね。はい。じゃあ、なんか確認したいことありますか？そうですね。一応、前提が、まず、大企業で、メーカーの面接官。はい。で、最終面接。最終面接。はい。ありがとうございます。で、質問3つっていう感じで。うんうん。大丈夫ですか？大丈夫そうですか？はい。発表者って、小丸志郎さんでしたっけ？他にやりたい方はいらっしゃらないですか？お願いしてもいいですか？じゃあお願いしてもいいですか？はい、それでは15分経ちましたので、こちらで全体で話す場を終了とさせていただきます。お疲れ様でした。では続いてですね、玉城さんが発表者になったと思うので、1分間でグループで話した内容で何が結果としてその3つの質問になったかというところを話していただければと思います。お願いします。はい、結論としましては、どんな、まず1番目としてどんな人と働きたいか、コミュニケーションの面で噛み合うかどうか、3つ目責任感覚悟というような形になりました。具体で話すと、どんな人と働きたいかという点で、将来ビジョンを企業でやりたいことであったり、なりたい姿っていうのをすり合わせ、企業理念とのすり合わせを行います。コミュニケーションに関しましては、挫折経験などどう乗り越えてきたかという点で測ることを意識しています。責任感覚悟である点に関しては、第一志望かどうか加えてその理由まで深掘り、確かめていくという形で考えています。以上です。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあまずは全体のフィードバックをお願いしたいと思います。はい、かしこまりました。ちなみに皆さん、グループディスカッションは結構やったことありました？それともあんまり経験ない感じでした？あんまりやったことないですね。
かしこまりました。了解です。全体のフィードバックとしては要件を固める、具体化するっていう風なところがもっとできるとディスカッションがスムーズに進むシーンがいくつかあったなっていう風に感じました。そこの部分とかは個別のフィードバックのところでまた後ほど伝えていければなっていう風に思います。一方で全体の雰囲気っていう風なところでいくと、そのグループディスカッションでこう致命的になってしまうってどういうところかっていうと、場を壊してしまうクラッシャーみたいな方がいるとグループディスカッションで連携を見られている、そういう選考になるので、それがあるとその人もマイナスになりますし、チームとしてもどうなんだろうねっていう風になってしまうところがあるんですが、そういったことはですね一切なくて、皆さんで、ね、そのコミュニケーションをしっかり取りながら進めていけたっていうところは、グループディスカッションのベースの部分っていうのはしっかり押さえてこれたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ちなみに今回 MVP になる方っていらっしゃいましたか？ MVP になる方は富田さんです。あ、ありがとうございます。じゃあその理由も含めて今度は個別にフィードバックをお願いしたいんですけど、じゃあせっかくなので、はい、富田さんからお願いします。はい、じゃあ富田さんからフィードバックしていければなっていうふうに思うんですけれども、富田さん MVP ですごい良かった部分どういうところかっていうと、要所要所で正義が甘い部分っていうところをしっかり抑えるような動きっていうのをしてくれていたなっていうふうに思います。今回のお題って自分が面接官だったら学生にどういう3つの質問をするかっていうかなり抽象度高いそういう質問だったと思います。なんでまずそもそも3つの質問をするためには企業はどういう人を採用したいんだろうか、それが明確であればあるほどどういう質問をすればそれが測定できるかっていうのが分かるようになってくるっていうところが前提条件で非常に重要なポイントだったんですけれども、今回は優秀な人がいいよねっていうふうなところで始まって、優秀ってどういう要素があると大手メーカーとしては優秀な人になるんだろうかというところがないままスタートしてたんですね、という部分があったんですけれども、要所要所ですね富田さんが入ってくれて、じゃあ大手でっていう風になった後にも業界絞った方がいいんじゃないっていうところを差し込んでくれて、大手の中でもメーカーっていうところまでは絞ることができたんですね、というところもぐっと議論が深まるような部分で、すごく富田さんが活躍してくれていたポイントだったなっていう風に思います。その後の話っていうふうなところで、どういうふうな質問をしてったらいいんだろうかねみたいな、そういうパートに言ってたと思うんですけれども、これ誰が悪いとかでは全然ないんですけれども、やっぱ慣れてないとどうしても目的に沿った質問、そうこういう人を採用したいんだったらこういう質問が必要なんじゃないかっていう論理的な考え方みたいなところとかが結構大事なんですけど、慣れてないとなかなか難しい部分があって、皆さんですね、例えばコンサルティングのところだと地頭見られるよねみたいな、あれそういえばメーカーで大手じゃなかったっけみたいなところとかがあった中で、富田さんのターンが来た時にメーカーなんで物を作っていくっていうところではやっぱり長く働いていくってことが必要なんじゃないのかな、というふうになると長く働けるように将来のところを見据えていくっていうところがいいんじゃないのっていうふうな、メーカー大手っていう絞ったところに対しての逆算した考え方っていうのを入れてくれたことによって、チーム全体があそっかメーカー大手だったよねっていう風にくるっとちょっと変わったんですね。こういったそのチームで抽象的な問題に対して答えを出していくっていう中で、今みたいな素晴らしいチームにとってプラスになる、そういう発言をしてくれていたっていうところが非常に良かったなっていう風に思います。逆にここを改善したらもっと良くなるっていうモアポイントがあったら教えてほしい。おそらく富田さんの発言を聞いていると、あれここもうちょっと詰めた方がいいんじゃないかなっていう風に感じたけれども、ここで俺が入ったらちょっと自分が主導すぎてバランス崩しちゃう、クラッシャーになっちゃうんじゃないかなっていうのを考えて止めてたところが結構あったなって見てて思ったんですよ。ありました？富田さん、なんとなくここのシーンかなっていうのはちょっと薄々感じたりはしてました。その察する能力素晴らしいと思います。さらに素晴らしいからエキセントリーに行くためにみたいなところのフィードバックになるんですけれども、チームで仕事をしている時にですね、言いづらいことも相手に伝えることによってより良い結果に導いていくっていう、この能力ある人って本当にチームを導いていける素晴らしい存在になれるんですけれども、相手を不快にさせずに、でもここって一歩踏みとどまってこういう風な視点でもうちょっと考えてからやった方が全体としてはいいと思うんですけどどうですかっていうのをできる能力がある方だと思うんで、踏み込んでくれたらさらに良かったなっていう風に思います。続いて田中くんのフィードバック、まずはグッドからお願いします。田中さんのですね、良いところどういうところだったかっていうと、話がですね止まっちゃいそうな時とかにポーンと最初に意見出してくれることがすごく多かったんですね。例えば最初に、あ、じゃあ時間こういう風にやっていきましょう、まず現状まとめ5分、全体で3分で残り2分残るようにしましょうよみたいな、そういった場が止まりそうな時に意見を出して前に進むようにっていうところとかをどん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 やってくれてたというところが良かったなと思います。モアポイントもお願いします。
より良くなるポイントっていうのが先ほどのいい点の裏返しになってしまう部分があるんですけれども、速いっていう瞬発力はある一方でゴールを意識した逆算みたいなところっていうのはもうちょっとパワーアップできる部分があるんじゃないかなっていうふうに思いました。具体的にどういうところかっていうと、メーカーの大手の話のところでコンサルティングがっていうふうな話が入って、違うこと言っちゃダメではないんですけど、それを言うんであればメーカーと近しいこういう共通点がある、ここではこういうふうに見られたんで同じようにこれも重要になるんじゃないかというような紐付けの仕方でいくと、ちゃんとゴールから考えてるんだなっていうのが伝わってるので、そういう点とかはパワーアップしていけるとより良いんじゃないかなっていう風に感じました。じゃあ続いて玉城くんのまずは良かったところ教えていただければと思います。はい、玉城さんの良かった部分で言うと、おそらく玉城さん感じてたと思うんですよ、やべえ俺全然発言してねえみたいな。こういうのって最初の方に話すとその次も話しやすくなるっていうところがあると思うんですけど、序盤で話さなかったんで入るのめちゃくちゃ勇気がいったんじゃないかなっていう風に思います。っていうところで行くぞって切り込んでくれたのとかは、そこからのこう盛り返しっていうところができたので、そこは非常に勇気があって素晴らしかったなっていうふうに思います。モアのポイントもお願いします。はい、発言量のバランスっていうところで他の方と比べるとちょっと少なかったなっていう風な感じるところがあるので、もう少しそこを意識して入っていけると良かったかなっていう風に思います。例えば最初の役割分担のところあったと思うんですけど、多分感じたと思うんですよ、あれ俺なんか役割ないまま進んでいくぞみたいなっていうところで、じゃあ私発表者やりますねみたいな、こう入れるポイントでもうちょっと前に出ていこうっていう風にチューニング合わせてもいいんじゃないかなっていう風に思いました。であとこれチーム全体に対するフィードバックになるんですけれども、じゃあ発表をどうするみたいなところになった時に、玉城さんが抽象度の高いのを3つ出していくといいんじゃないかって思うんですけど、どうでしょうか、時間がないんでっていう風な発言をしてくれたと思うんですけれども、この瞬間にですね、多分時間がないとなぜ抽象度が高くなる方がいいんだろうかっていうと、多分皆さん答えないままにそこをスッて流したと思うんですよ。でも今回のお題って質問を3つ出してくださいっていうところなので、玉城さんが発表してくれた内容的な部分でいくと、最後のところっていうのはどんな人と働きたいか、コミュニケーション覚悟となりましたっていう回答の時に、お題は質問3つくださいって言ってるのに質問形式になってなかったんですね。このズレが抽象だと生まれてしまったっていう時に、皆さんそれを感じてたと思うんですよ。なんでそこを感じてたって私が断言するかっていうと、その後の話の中で質問としてどういうものかっていう時に、富田さんは10年後にどうなっていたいかっていう質問形式にまとめたんですよ。これって具体的に質問になってなきゃいけないって多分富田さん思ってたんじゃないかなとか、皆さん思ってたから具体の話に持ってったんですけど、多分みんな気使って、でもやっぱちゃんと質問形式にした方がいいんじゃないっていうことを言えなかったんじゃないかなと思うんですけど、これはですねチーム全体としてマイナス評価なんですよ。ゴールに達成するためにどうすればいいかって考えた時に質問形式に落とした方がいいと思うんで、めちゃくちゃ具体的にはなってなくてもいいと思うんですけど、そこまではやった方がいいかなと思うんですけど、どうでしょう、これを言ってると最終発表のクオリティは多分変わったというようなところとか、チーム全体に対するフィードバックっていうふうに思ったのでお伝えしておきました。じゃあ最後に秋元さんのここがグッドっていうポイントを教えてください。秋元さんの素晴らしいなっていう風なポイントっていうところなんですけれども、すごく全体を見ているな、気遣いがすごいなっていう風に感じました。まずそのタイムキープしているところでも画面に時間がみんなが見えるようにずっと置いといてくれたんですね、とかはすごく気遣いが素晴らしいなと思いましたし、もう一つ素晴らしいなと思った瞬間が、玉城さんがあまり発言できてないなっていうのは多分全体の中でもあったんですけれども、そこで玉城さんどう思いますかっていうのを秋元さんに聞いてくれたんですよ。玉城さんにボールを渡してあげて、チーム全体としてのバランスが保っているように動いてくれてたんだなっていうのはすごく感じたので、そういった動き非常に素晴らしいなっていうふうに感じました。モアポイントも教えてください。はい、田中さんとちょっと近くなる部分があるかなというふうに思うんですけれども、目的に基づいたゴールから逆算してこれがいいんじゃないっていうふうなところが強くなるとよりパワーアップできるなっていうふうに感じまして、具体的な部分をいくつか挙げると、どういうふうに決めたらいいですかっていうふうなところで、大企業がいいと思うっていう時にもなぜ大企業がいいのかっていうのがなかったりとか、選考フェーズについても決めた方がいいと思う、じゃあせっかくなら最終面接にしよう、なぜ最終面接が選ばれるのかみたいな、今回のお題においてそれを選ぶのはそのゴール達成にどう近づくのかっていうところが片隅にあると、よりそのゴールに近づくようなアイデア出しっていう風なところができるようになっていくと思うんで、ゴールから逆算してどういう案を出していけばいいのかなっていうところがあると、よりパワーアップできるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。ぜひ最後にお一人ずつ感想をいただきたいなと思います。
本日は貴重な経験をありがとうございました。壁を見せるだったり皆さんの発言のバランスを見るっていうところは自分でも意識していたポイントだったので評価をいただけてすごく嬉しかったのと、やはりゴールに基づいた拡散っていうのは自分でも苦手としているポイントとして、自分が発言した直後にちょっとやっちゃったなっていうふうに気づいたりしたポイントでもあったので、このようにフィードバックいただけて嬉しかったです。今後の選考に参考にさせていただきます。ありがとうございました。まあ先行でグルディし続けた時は割と序盤からガツガツいってるんですけど、撮影となるとちょっと萎縮してしまった面が反省として、まあ、次に生かしていきたいというふうに考えてます。自分自身なるべく積極的に発言しようというところがちょっとあって臨んだんですけど、発言はできたんですけどちゃんとロジックとかゴールから逆算した発言ができてなかったなっていうところはすごい認識したので、それをちゃんと意識して次のあれに生かしていきたいと思います。ありがとうございました。今回は結構自分がグループディスカッションしやすかったお題ではあったんですけど、もうちょっとそのモアのポイントってところでんって思ったところにもっと突っ込んでいくようなその動きがあれば、もっとチーム全体としてより良い質の回答っていうのができたのかなっていうふうに思ったので、今後のグループディスカッションに関してはそのチーム全体を勝たせるっていうところを意識して頑張っていこうかなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。今回のその感想とかを聞いてても、テーマによってはすごい自分が話しやすいテーマだったりとか、出会うメンバーの中で自分が立ち回りをしやすいポジションになれる時となれない時とか、本当に毎回のグループディスカッションによって全然自分の出来とかも変わったりとかすると思うので、こういうふうにたくさん経験を積んでいろんなパターンを試していっぱい失敗する中でどんどんパワーアップできるんだろうなっていうことをすごく実感しました。なのでこの視聴者の皆さんも今回のグループディスカッションも自分が参加しているつもりでどういう発言するかなっていうのを考えていただいたりとか、実践の場で役立てていただけたらなと思います。岡本さんのチャンネルは概要欄のところに貼ってありますので皆さんご覧ください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。